さんこんにちは。Bレジェンド管理栄養士の布目です。今日第8回は、前回引き続いて、プロテイン入りのパンケーキを、使った、クリスマスケーキを作りたいと思います。クリスマスが近いのでぜひ、プロテイン好きの男性に、作ってあげてみてはいかがでしょうか。また女性も、自分自身のために、作ってみてはどうでしょうか。では作っていきたいと思います。材料は、ホットケーキミックスとこちらの玄米とあとは、牛乳が、150ml と卵ですね。こちらを使っていきたいと思います。ではこれが、ホットケーキミックスを、普通に、牛乳と卵で溶いた状態になります。ここに、玄米を入れていきたいと思います。4杯入れます。じゃあこれを、混ぜていきます。こんな感じです。ではこれを焼いていきたいと思います。プレートを温めておきます。で、これを高い位置から焼きたいと思います。この生地を高い位置から落とすことによって生地に空気が含まれ、より空気を含んだふわふわの生地になるそうです。なので高い位置から落とします。で、大きさの違うちょっと今度は小さめの生地を作りたいと思います。それでは、いろんな大きさの、ホットケーキの生地が焼けました。では次に、フルーツをカットしていきたいと思います。それではフルーツをカットしていきたいと思います。まずはいちごです。
では、フルーツがカットできましたので次は盛り付けに行きたいと思います。こんな感じで、盛り付けました。で最後仕上げにここに、ベリベリベリーのプロテインの粉を、かけていきたいと思います。はい、これで完成です。今日は生地には玄米を使って、上にはベリベリベリーを振りかけたんですけれども、お好みで変えていただいてもいいと思います。ペコちゃんのミルキーとかで、生地入れるとすごく、甘くていい香りがしてきますし、お好みで、酸味系のものでしたらベリー以外にもパッションとか、ピーチとかもありますし、甘いのがお好きでしたら、チョコとか、あとちょっと変わり種で抹茶とか、抹茶ですとすごく緑色で発色もいいので、作るケーキによっては緑色でアクセントで、いい色になると思いますので、ぜひ、お好きなものを、ご自分でお試しいただければと思います。では、今日の第8回は、プロテインを使った、クリスマスケーキをお送りしました。ありがとうございました。